ファースト写真集曖昧です。どうですか？通常版で、これが Amazon 版の限定カバーとなって2個も表紙があるんですけど、どうですか皆さん。でもみんなもう12時、明日の12時にお知らせしますって言ってたら、もうみんななんかさ、普通ならなんか悪いお知らせじゃないよね、ドキドキみたいなさ来るかなとか思って、あんまり絵文字をつけなかったのにもかかわらず、あれですよ、写真集かなっていうね、あれを教えて言ってくださってたみたいで、どうですか皆さん。あ、すごい声ね、そりゃそうだよね、すいませんね、ちょっと寒暖差というかね、季節ですから、寒暖差アレルギーですかね。はい、そんな感じです。元気です。そう、今リハーサルが終わったので、もうこのまんまやっちゃうんですけど、わかりやすくない？この子が写真集出すんだっていうさ、やつです。どうですかみんな。チャゲさん、お化けありがとう。あ、ハッピーハロウィンですね。お菓子みんなにあげれないので、今日は写真集の情報をみんなにあげようっていう話し合いをしました。そうです、だから私は狙ってハロウィンね、お菓子の代わりにその情報解禁というものをプレゼントしようかなっていう計画です。みんな長かったなとか思わないでください。私はこのチャンスを待ってたんですよね。そうですから、いいですか？どうですか私推しの皆さん。でもなんか、いぶき推しじゃないって方もチェックするよって言ってくれてて嬉しい、ありがとうございます。そして詳細がもろもろ出ているのですいません、出ているのでご紹介していこうと思います。あ、発売日を言っていません。私、2024年の12月10日火曜日に発売をさせていただきます。イエーイ、楽しみ。意外とあっという間でしょ。実はもう撮ってたりしてたんです。みんな不安そうだったけどね、なんかなくなったみたいな、そんなか、そんな。そして帯や何で、タイトルとか帯コメントとかも秋元先生が書いてくださって、素敵すぎる帯コメントを書いてくださったんです。ほんと、じゃあ読んでみるね。石橋いぶきはデッサンの中の少女のような、何本もの鉛筆の線で何本もの鉛筆の線はぼんやりとした輪郭を描いている。そこがいい。その曖昧さこそこれからどういう大人になるか、彼女の可能性を物語っているという素敵な帯コメントを書いてくださいました。素敵じゃない？なんかそのたくさんね、いろんなタイトルの候補もなんて言うんですかね、もらっていただいたんですけど、スタッフさんたちと話して今にぴったりなのがすごい曖昧さというか、曖昧な、なんて言うんですかね、19歳だけど、まあ成人はしてるけどまだ20歳にもなってないし、大人になりたい気持ちとまだ子供でいたい気持ちというか、その私の気持ちがっていうかが、いっぱい写真集の中に詰め込んでいただきました。すごいですよ、盛りだくさんでね。ちょっと私今日まだ解禁されてるのと解禁されていないのがいっぱいあるから、慎重に喋っていくから、よろしく。そこのとこ、こっちかな。そうです、私沖縄に行ってきました。ヒジリゾートではないんですけど、沖縄にお邪魔して、なんか最初その打ち合わせとかの時にもどこ行きたいみたいな
話を聞いてくださって沖縄に行ってきました。実は楽しかったよ。初めて沖縄そばも食べて、サーターアンダギー、本場のサーターアンダギーも食べちゃって、もう幸せ。でもね、撮影のね時に私はやっぱ初めての水着があるし、なんていうんだろう、初めての水着とかがあるからやっぱ控えなきゃとか思ってたんだけど、スタッフさんたちがいいよ、食べな食べなって言って、の3日、あ撮影、そう、なんか何日間か行かせていただいてて、その終わった瞬間、何食べたいって言ってくれて、ハンバーガー食べました。ハンバーガーとポテト2個、あれね、2本じゃないよ、これ2個。だってカメラマンさんが食べていいよってポテトくれたから2個食べました。で終わって、沖縄のちょっとなんか観光せっかくだからしたいよねってスタッフさんたちとみんなで行って、ワッフル食べました。こんな大きいワッフル、後日いつか写真あげます、全部解禁されたらですね。でもなんかもういろんな撮影をしていただいたので、普段見たことのない私もいますし、もうめっちゃ息吹やんみたいな息吹もいます。お楽しみに。あ、お風呂も撮りました。お風呂も撮ったし、うさ耳もつけました。なんか最初は私クマとかどうですかってね提案をしていたんですけど、いろいろ考えて、やっぱクマは実際息吹いつよくつけてるから、バニーとかは可愛いし、やっぱなんて言うんだろう、新しい私を見せるには人ひねりというか下がいいんじゃないって感じで、うさ耳バニーなんてつけちゃってしました。これはまだ解禁を、お写真はね解禁されていないのでお楽しみに。お風呂もまだ解禁されてないのでお楽しみにですね。でもなんかみんな、やっぱ小中学校から応援してくださるファンの方はすごい複雑な気持ちだとは思うんですけど、純粋に楽しかったし、結果そのまだもう全部は見てないんですけど、やっぱオフショットとか撮影の風景だったり、やってよかったなって、自分でもチャレンジしてよかったって思ったし、お楽しみに。本当にみんな漏れてます、多分ってか絶対漏れてます。今出てる写真もあの一部なので、もう全然もっといっぱいねありますから、お楽しみにですね。イベント情報みんな気になるよね。そうね、イベント情報でも言いますか。あ、これでいきます。そして写真集発売イベントもさせていただくことが決まりました。しかも東京と福岡の2カ所でやっていただけるということで失礼します。なんということでしょう。まさか私も2カ所も東京ね、すごいね思ってた。やっぱ福岡とかは、まあ、どっち、福岡東京とかでしていただいた時に、せっかくなら東京とか福岡とかやりたいなと思っていましたら、2カ所もイベントをさせていただくことになったのでご紹介します。写真集イベントは東京福岡にて開催。まず12月15日の日曜日はブックファースト新宿店さんで、すいません、やらせていただきます。はーい、ありがたい。で、ちょっと待ってね。それで、
12月続いて12月21日土曜日 HMV&BOOKS 博多店さんで、福岡です。イベントもやらせていただきます。ありがとうございます。本当にね、日曜日と土曜日です。間違えないでください、もう一度言いますね。あ、終わるときちょっと待って、ミュート。あ、そうです。しかもハイタッチとお渡し会にしていただきました。そう、私のわがままを叶えてくださいました。みんなでハイタッチしたいって言ったら、ハイタッチ&お渡し会、お渡し会は、あ、私がこうやって渡すのは多分1冊、こうやってサイン付き一冊ですので間違いなく。で、カメラ、そもそもじゃない、なんだ、イベントの販売受付開始は11月1日、明日の12時以降からスタートですので、みんな早くしないと、いなくなっちゃうかもしれないから、あまりにも人が来なかったらやらないとかなるかもしんないからさ、みんな頑張ろうね。はい、明日からです。来てください。でも、もうすでにね、オンラインショップとかは予約受付がスタートしているんですけど、いっぱい皆さんがもう予約したよとか言ってくださってるの見てます。ありがとうございます。本当に嬉しい。これからね、販売に向けてまだまだいろいろ写真とか動画だったりとかがもしかしたら解禁されていくかもしれないので、ワクワクしながら待っていてください。私すごい個人的にやっぱ19歳で写真集を出させていただくっていうのが本当にありがたいことだと思うので、お願いします皆さん。だってもうね、もう全部がなんか写真集も初めましてですし、こんな沖縄も初めましてだし、お水着とかも初めましてなので、これでしか見れないですよ。なのでお楽しみに、お楽しみにしか言えないよね今はね。もう少しね、楽しみにしててくださいって感じよ。こんな感じかな。でもなんか Amazon 限定版と、これね、 Amazon 限定版と通常版と、セブンネットショッピングさんでは、そこ、なんて言うんだろう、限定というか特典がありますので、もうめちゃくちゃやめましょうね、楽しみにしておきましょうみんな。はい、特典ありますよって感じです。でもね、私ね、結構ね、表紙の中も楽しみなの。こう、表紙っていうの、はい、楽しみです。そしてカメラマンさんは熊木卓さんって方に写真を撮っていただいたんですけど、なんかね、可愛いの。ちょっとなんて言うんだろう、なんかそのすごくほんわかした優しい方が、すっごくその優しい性格がカメラににじみ出てるみたいなレベルでも、ふわーって感じがあったりとか、もうとにかくなんか私にぴったりとか思っちゃって、
撮影をしていただきましたので、お楽しみに。あ、ポテトくれた方です。そう、メイクさんとかもうスタイリストさんとかもう本当に優しくて、もう私がこれやりたい、これもやってみたいとか言ったらもう全部を叶えてくださったので、それがびっしり詰まっています。あ、ちょっと待ってね。はい、ただいま。そしてみんな、なんとね、写真集なのにインタビューが入ってますので盛りだくさんですね。これはいぶきのインタビュー付き写真集です。すごいよ。でもね、ファンのみんなもたくさん、ハッシュタグ石橋いぶきファースト写真集っていうのをつけていっぱいつぶやいてください。もういぶきいっぱい見ます。もう量なんてね、こんないっぱいしたらいぶきに迷惑かななんて思わないでいいんです。だって今日だけど私写真集発売しますって言っただけでフォロワー200人増えました。すごくないですか。もうね、リハの合間にこう見るたびにフォロワーの方もすごい増えて言っているので、でもそれみんなが多分こうリツイートしてくれたりコメントしてくれたりとかつぶやいてくれたりしてるのが本当にみんながこういっぱい回してくれてるから、フォロワーさんもねこうやっていぶきちゃん、しかもめっちゃ多かったのが、石橋いぶきちゃん写真集出すのとか、あんなちっちゃかった子が写真集とか、これは見たいなとかもいっぱいあったので、皆さんねたくさん、もうふと思ったらリツイートしたくかぐらいの気持ちでリツイートしてくれたりたりすると嬉しいです。盛りだくさんだよ。112ページもあるよ。すごいよ。そんな本読んだことある？私はない。112ページの本なんて読んだことないです。しかもいぶきだけだよそれ。112ページもいぶきがいるんだよ。みんな大好きでしょ。ハッピーハロウィーンって感じだね。どういうことですかね。どうですか、みんな、なんか気になることあるなら質問してください。答えられる範囲は答えます。インタビューじゃない、あの諸々の詳細とかはまた最後にも言うんですけど、あとみんなちょっと時間教えて。みんなありがとうね、いっぱいコメントもさギフトもさ、ちょっと全然読めなくて申し訳ないんだけど、こうやって見てるよ。バブいぶきは見れますか？見れるのではないですか？みんなが好きないぶきも入ってたりするんじゃないでしょうか。はい、曖昧ってタイトル聞いていぶきちゃんどう思ったって、なんかすごっってなんかビビビビビってきちゃって、なんかもうみんなで、私だけが決めるんじゃなくてスタッフさんともいろいろ話をして決めるんですけど、もう満場一致でこれだなって思ったし、やっぱお母さん、家族にも私はすぐ話したいので、家族にだけどう思うみたいな感じで聞いてたりもしたけど、もうこれだよって思いました。自分でも、私の言葉じゃない、私の言葉ではないけど、今の私にぴったりなタイトルじゃない。曖昧の意味が分かっててよかった。分かるよ、もう19だよ19。あ、でもまだ子供だしな。いやでも大人にもなりたいからな。はい、変顔の意味はありますか？あ、うんうんって言ってます。ありますあります、あります。家族会議はどうだったの？家族会議は大丈夫、いぶきで売れるみたいな、大丈夫ってめっちゃ心配されたけど、ちゃんといぶきがやりたいならやっていいと思うしっていう、でも
やっぱこういうチャンスはなかなかないし、なかなかってもうないとは思うよっていうふうに、まあ、全部私最後その選択肢を私がやるって決めたんですけど、はい、心配してました。イベントも2カ所でするって言ったら、お母さんたちみんなで遠征かって言ってました心配なようです。だからあのサイン書きとかもさあるじゃん、こうやってさみくちゃんとかがさよくインスタとかでなんか載っけてるようないっぱいのとこにこういっぱい書いてみたいな、超楽しみだよね。すごくない？あんな量の息吹がさすごくない？超楽しみだから、その日のために手のトレーニングしとこうと思う。可愛い武器はたくさん見れますか？え、もう可愛い、元気可愛いみたいなのを中心的にというかやっていただいたので見れます、見れますよ。息吹的におすすめのページありますか？そうですね、115ページ、あ、なかったです。115もなかった。まあそれはお楽しみに。そうでもメンバーもねいっぱいね、その情報解禁された時ね、よしめっちゃ可愛いとか、この写真のゆぶきさんめっちゃ可愛かったとか、これいいやんみたいないっぱい言ってくれて、優しいみんな。かんばんは何冊買えばいいですか？それはもうみんなの気持ちにお任せします。私はもう同行なんてね言えたもんじゃないので、もちろん買ってくれるだけで、見てくれるだけで、気にかけてくれるだけで嬉しいですので、ワク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 。沖縄は夏に行きましたよ。8月下旬3日間行ってました。西市もう楽しかった、美味しかった。何ですか、なんか質問ありますか？みんな答えれる、何でもいいよ、答えれるものは答えたいと思います。8月とか日焼けしなかったの？いやもうスタッフさんすごい、私もなんか女優さんとかみたいなレベルでこういっぱいいっぱいいろんな場所から日傘とか日焼け止めも塗ってくれるんだよ。いやもうすいませんすいません、私塗ります塗りますって言ってるけど塗ってくださるんです。なので焼けませんでした。水着は何パターン？それは秘密で、もうそれはそういうのはね聞かない方がね、お楽しみにしておこうよ。沖縄の一番の思い出は、うん、めっちゃむずくない？なんだろうな、なんだろう、全部撮影終わった時のハンバーグが美味しかったとかだって写真集の思い出ってまださちょっと言えないからなんとも。お、花火しました、花火しました、私沖縄で花火をしましたよ。しかもね、私ね、もうみんな全スタッフさ、全そのいろんなスタッフさんに言っていただいたけど、私めっちゃ持ってて、ちょっと雨とかがね、やっぱさ、その時期的にも多かったんだけど、私が撮影するとき、かぶらなかったの、一回も。雨じゃなくて、晴れたんですよ。それこそ花火も、雨だったら、まあ、場所変えるとかもあったんですけど、まあ、第一候補の場所とはまた別の場所にしようとかもあったんですけど、全部予定通り撮影できました。すごくないっていっぱい褒めてもらいましたいや褒められないと成長しないタイプだからさ、褒められて成長するというタイプなので、もうねすごい私とか思って美脚楽しみだって。めっちゃおもろい話していい？とある撮影でしてる時にね、
そのスタッフさんが、え、これさ広角で撮ってんのみたいな、カメラマンさんに言ってたの。いやみたいな、なんかもうちょっとなんか足短く撮れないかなって言われて、なんか服なんかなんか嬉しい気も、なんかなんとも言えん気持ちになりました。なんでわかんない、長く写ってるかもしんないし、逆に短く写ってるかもしんないのでわかりませんが、すごい今まで、うん、いいじゃんいいじゃんって、あ、めっちゃいいじゃんいいじゃんって言っててくれてたスタッフさんが急に、え、なんかさって言い出して、え、なになに、なんかポーズ違ったかなとか思って、急にね、なんだろうとか思ったら、カメラなんか変えたみたいな言われて、足短く撮ってってそのご指摘というか指示というかしていただきました。なんかありがとうございますと思いながらも、みんなが好きな、きっと私の足はいっぱい写ってるのではないでしょうか。あ、長く写ってますだってスタッフさんが、長く写ってるらしいです。皆さんお楽しみに。みんなさ好きだよね、こうやって勝手に測られ、なんか勝手に測られてる時あるもんね。はい、お楽しみに。カズオさんハートありがとう。あ、ごめん、急にギフト読んじゃったわ。そんな感じですけども、楽しみですかね。ぺったんな靴、え、しかもそれ家の中の撮影だったから靴なんて履いてないの、そもそも。そしたらそのね、言っていただいたので、基本ぺったんってか全部、ほぼ全部ぺったんですね。もぐもぐシーンありますか。あります、好きでしょみんな、もぐもぐシーン。しかももう沖縄って感じのもぐもぐです、特別です。もう撮影あるごとになんか食べちゃったしかもね、私沖縄で初めて食べて、なんか撮影の夜とかご飯、美味しいご飯を調べてくださって連れて行ってくださるんだけど、なんかもずくのしゃぶしゃぶってのが美味しかった。めっちゃマネージャーさんともりもり食べました。そう、撮影じゃないのにもかかわらずカメラマンさんが持ってきてくださってたそのフィルムというか、あげるねみたいな感じで、特定こんなの怒んないんですけど、撮ってくださったりしたので、オフショットでいつか載せますね。海ぶどう食べた、食べた、美味しかったという感じですか。皆さん何分だろう今、まあ、何分ですか。みんなありがとうね、でもいっぱい楽しみ楽しみって言ってくださ、言ってくれたりさ、いっぱいつぶやいてくれたりさ。あ、15分ちょうどいいのでもう一回行っていきたいと思います。まずこちら Amazon 限定カバー版です。これ制服ですよ皆さん、19歳になったけど制服着きましたよ、みんな好きですよねと思いながら制服を着させていただいて、 Amazon 版の表紙にさせていただきました。めっちゃ爽やか、いぶきっぽいよね。どうですか、 Amazon 限定カバー版です。これ次、遠すぎる感じで、ね、次じゃん、通常版です。あ、そうですそうです、あ、そうです、こちら通常版です。初版限定特典、特製ポストカード1枚ランダムで入っています。全3種類ですけど、
3種類ですよ、皆さんゲットしてくださいね。どんな息吹がいるんでしょうかという感じで、通常版で、こちらはあのセブンネットショッピングさんでもこの通常版を買っていただくと特典がついてます。豪華特典がついておられますので、ぜひゲットしてください。どっちも好きでしょ。どっちも全然違うようになっております。いろんな息吹です。これこそいろんな息吹です。そしてイベント情報ももう一度言います。はい、はい、みんなこれスクショしてもいいからね、息吹が今喋ってること。写真集発売イベントが東京福岡にて開催予定です。受付は明日11月1日の12時以降からイベント受付がスタートしますし、12月15日の日曜日、ブックファースト新宿店さんでイベントを行って、12月21日土曜日に HMV& ブックス博多さんでイベントを行わせていただきます。ハイタッチ&お渡し会です。はい、ハイタッチもできますし、お渡しもしちゃいますって感じで、皆さんぜひよろしくお願いします。そして、あ、そうです、イベントでは生写真プレゼントです。東京福岡別パターンですのでお楽しみにです。そして、石橋いぶきファースト写真集曖昧2024年12月10日火曜日に発売です。皆さんぜひチェックよろしくお願いします。もう受付、予約受付始まってます。わー、やっと言えた、イエーイ、お楽しみに。ということで、皆さん今日もね、急遽だったのに来てくれてありがとうございました。はい、写真集たちもはいペコリありがとうございました。ということで、皆さん楽しみが増えましたね。でも年末前っていうの、年明ける前に武器に会えますし、この写真集も手元に届きますのでお楽しみに。わー、ということでランキングを読んでいきたいと思います。えい、ランキング読ませていただきます。15位和夫さん、14位チャゲさん、13位 KT の、12位さくちゃん弟、11位福岡市民村、おら名前変わってる、10位香港のジャッキー、9位フランさん、8位安市9833さん、7位葵ちゃん、6位お師匠、5位よっちー、4位ポンポン丸、3位りょうすけくん、2位しゅんさん、1位なおさん、ありがとうございます。イエーイ、ということで来てくださってありがとうございました。皆さんこれからもよろしくお願いします。今からです、私の写真集が始まるのは、お楽しみにしてください。ありがとう、みんなのおかげで写真集出せます。ではまたね。じゃあ私明日からも周年リハなので頑張ります。こちらもチェックしてくださいね。バイバーイ。うー、えい。